おはようございます。始まりました。モテさんチャンネルです。今回はですね、そうですね。まあ、誹謗中傷に関して、ちょっとまあ、触れていこうかなと思いますが、そう、昨日を、まあ、ツイッターで、自分の知ってる YouTuber さんたち何人かが、その誹謗中傷にね、ついて書いてて、そう、最初は、その YouTuber さんに何かあったのかなと思ったら、何人も書いてたんで、あ、これなんかあったんだなと思ったら、そうですね、まあ事件があったということで、まあ自分自身はそんなにすごい高い知名ではあるわけじゃないですけど、それでもまあ批判コメントは毎日来ますよ。一日も欠かさず今でも来ます。まあチャンネル自体もまあね、メインチャンネルあるし、ただ呼びもあるし、で他のコラボのね、人で出たりとかもするのもあるんで、まあいろんなところに顔が出ると、その分やっぱりね、批判っていうのは多くなるわけですよ。で、エピソードもものすごくたくさんありますよ。そのネットでの誹謗中傷を受けてる歴はものすごく長いから、すごくやっぱりね、タッチが悪いんですよ。だから人っていうのは、その自分だというのがバレなければ悪いことはしても大丈夫だっていう意識は、それはずっとあるんで、小学校で誰かの靴を隠すとかさ、ね、どっかで落書きするとかってさ、そういう問題ですよ。そう、だからそれ小さい頃からあるわけなんですよ、そんなの。で、何がタッチが悪いかっていうと、その攻撃してくる人間はこっちのことを知ってるわけじゃないですか。でもこっちは誰がやってるかがわからんみたいな感じになると、そう、だから対等なね、なんかぶつかったりとかね、議論したりとかっていうのもあるとは思うんですが、対等なものじゃないわけですよ。こっちはちょっとでも言ったらいろんな人から批判が来る。それに対して相手っていうのは、ね、自分が誰だかは知られてないわけだから、どんなひどい攻撃だってやってくるわけですよ。だ、そもそも対等じゃない。そうだ、匿名性っていうのがある時点でね、そういう風になってんですよ。で、よく言うんですよ、コメント欄とかでも批判コメント消すなとかってね、来るけどさ、まあ例えばなんて特にさ、こっちは何人もの、ね、編集マン、スタッフとかがものすごい時間をかけてね、作って、1本あたり8時間とかかけて作っているものに対して、一瞬の、ね、批判コメントで、で、そのスタッフたちとかがすごい傷ついたりするわけですよ。だから言ってる、もう一瞬で消しちゃっていい。ね、そんなもん消してブロックしてしまえばいいって言ってるんですよ。何が厄介かっていうとですね、その誰かが批判をすると、それに賛同するやつが必ず出てくるんですよ。で、もう荒れちゃう。だ、みんな匿名同士だから、どんなね、汚い武器を使ったとしても、それは批判されようがもう関係ないわけですからね。別にそれによって自分の名声が傷つくわけでもないから。で、誰かがね、同じような意見を言うとか、あ、自分もそう思ったなって思うと、賛同する人がいた途端に相手を攻撃することが正しいことだと勘違いする野郎がね、たくさん出てきちゃうわけですよ。そう、誰かがね、同じことを考える奴がいればね、自分は正義だって思っちゃうようなことがね、起こっちゃうんですよ。そう、この正義っていうね、この正義感っていうのの武器はとんでもないよね。もうネット上の正義感ってひどすぎると思ってますから、そう、自分が正しいと思ったらですね、まあ思ったらというか思い込んだらというか、そう、悪は攻撃してもいいんですよ。ね、そう、自分の正義に属してないものを攻撃することはいいことだと思っちゃうから、だからとんでもないことになるわけでしょ。それも教育業界も同じですよね。自分の教え方とかさ、自分のやり方っていうのが正しいと思った人は違うものを攻撃するわけじゃないですか。もう英語なんかその中の一番汚いものですから、ね、すごく多いよね。その自分の正義を振りかざして相手を攻撃するっていうのも多い。そうやってやってる人が。それでさ、東進に電話したりさ、河合に電話したりさ、E メール送ったりとかさ、その他の所属先全部に、ね、こいつはこんなことをする人間だ、こいつはこういうツイートをしてる、これは、これに違反するみたいなのね、送ってくるね、やつがいるわけじゃないですか。それで、まあ自分は匿名で名も名乗らないわけですよ。まあちなみに分かってますけどね、それをやったやつはこっちはもう掴んでるし、ちゃんと知ってんですけど、そう、完全な匿名性なんかないから、ネット上に。で、だからいくらでもそう嫌がらせをしてもいいと思ってるわけですよ。そういう正義を振りかざすわけですね。うん、それはだからブログもあったし、ツイッターもあるよね。まあ2ちゃんで長いことずっと叩かれ続けてるから、ツイッターなんかはあれか、こう、あなたが英語の発音なんかどうでもいいってなると思ってるけど、そんなん大変、大変とか発音、ね、めちゃくちゃで、あなたが、ね、日本語なまりの発音でやったら聞いてる側は辛いと。それ外国人が日本語めちゃくちゃ喋り方でやったら聞くの大変でしょ、聞く気がなくなっちゃうってことだってあるでしょ、みたいなことをね、ツイッターで言ったら、ね、そう、一生懸命日本語を話そうとしている外国人をバカにするのは卑劣であるみたいな感じですごかったですよ。そう叩きにやったことがありますけど、すごくないですか。
どこの文脈を切り取ってお前たちは攻撃してくるんだって、でいろんな人がいやそんなとこじゃないですよ、そこがポイントじゃないだろうとかって言って、もう揉めに揉めて大炎上して、でそんな風になんか袋叩きみたいにしたら、それはあなたたちだってそんな批判するなみたいな言ってる人たちが批判してるようじゃ同じじゃないですかみたいな誰かが言ったら、外国人差別をするやつに人権はないみたいなこと言ってきて、もう訳が分かんなかったですね。そうだから完全な悪者だから何を言ったっていいんだってっていうね、そういうコメントも来たりしたんで、おおすげえなって思いましたけど、やっぱ自分の正義ってものがあったらもう何でもありなんだなって思いましたけどね。まあそう、匿名である限りはね、その自分の名声に関わらないからやってくるわけですよ。そうだから反対の立場になれば分かるわけでしょ。顔も出してるし名前も分かってるっていう状況で自分がそういう風にドドドドドッと責められたらどう思うのかっていうのがね、まあ無理なんですよ、分かることはできない。これだからずっと繰り返されるわけでしょ。ひどい、良くないね。ネットで悪く叩くの良くないって今の時期に言ってる人たちもどうせ加害者側になりますよ。多くは。そんなの目に見えてる。だから繰り返されるしなくならないわけじゃん。こんなの日本だけじゃないですね。いろんな国でも同じ。自分が誰だかが分かってて攻撃される側になったらどう思うのかとかね。いうのをね、分かってもらえればいいんじゃないかと思いますけどね。そういう、みんな人間だからそんな有名税払いたくないでしょ。いろんなね、YouTuber っていうのはその経験をしてるわけで、YouTuber 同士が集まれば、そうそうこういうのがっていう風にね、なるんですよ。まあね、少しでも皆様に考えてもらえる機会になればいいんじゃないかと思いますね。そう、自分っていうものが知られた状態でやるかっていうのを考えて行動してもらえればいいんじゃないかと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。